シュイシュイ、どうもシーダーです。本日はですね、妖怪ウォッチプニプニというゲームで、こちらの剣舞魔人アシュラという敵を本日は倒していくわけなんですけど、今回こちらの剣舞魔人アシュラを、70秒以内でクリアというミッションがあるんで、本日はそちらもクリアしていきながら今回やっていきたいと思います。もちろん特殊能力なしで、レベルは60以下の妖怪でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回のパーティー紹介です。ドン、左から、四天童子、そして、流星人、そしてウルトラ Z の剣王、そしてトリプルゼータの剣王、そしてダブルゼータのフュードレッド、こちら復活枠になってますんでね、入れております。はい、よろしくお願いします。ということでいきましょう。左のね、四天童子めちゃめちゃ強いんでね、ちょっと見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでいきましょう。さあ、ということでね、まずは、剣王がね、まず最初めちゃめちゃ溜まってるんで、まずこれを G まで溜めます。はい、G まで溜めてから打ちますと。はい、打っといて、でここでね、整理されてプラスね、なるので、ここからフィーバーにガッと1フィーバーね入っていきたいと思います。はい、これで1フィーバー目入ったので、まあ、ここからね、あの剣王とまず一旦 UZ の、剣王を打っていきたいと思います。ダブル剣王ね、ダブル剣王をまず先に打っていくといった感じでございます。はい、ここでダメージカット聞いたね、いいね。さあ、ということでね、まあ、これで一旦1フィーバー目は終了と。で、2フィーバー目入るんですけども、2フィーバー目もこちらの四天童子使って、すぐにフィーバーに入っていくといった感じでございます。はい、これでもうフィーバー入っちゃいましたね。で、こっからね、こっからまず UZ の剣を貯めといて、フードレッドをね、次打っていく準備をします。はい、さあ、ここでね、剣を打って、で、フードレッドね、ここでフードレッドを打って、これ振ってきたからめちゃめちゃラッキーだね、これめっちゃラッキー。はい、でここでしっかりアシュラ消しといて、アシュラで流星に消しといて、でもう一回フードレッド溜まったんで、フードレッド打つと。はい、そうすると、復活するんで、まあ、復活したら、フィーバー外で一発打ってフィニッシュとなります。これでギリギリおそらく70秒以内がクリアできるんですね。はい、あの一応ね、今回70秒以内クリアするには2フィーバーでとにかく終わらせなければいけないので、もう2フィーバーは意識した方がいいかなと、思います。はい、ってことでそんな感じで、おそらくね、これで70秒以内がクリアできたと思うんで、見に行きたいと思います。はい、あのこちらの封印でもう見れるんで、もう分かると思いますけど、70秒以内無事クリアしているということで OK ですね。はい、無事達成いたしました、ナイスです。ってことでね、そんな感じで今回ここまでになりますけど、一応ね、ぜひ参考になったと思った方はぜひね、高評価、そしてね、ぜひチャンネル登録も押していただけると嬉しいです。まあ、定期的にね、ちょっと妖怪ウォッチの動画もね、上げていこうかなと、思っておりますので、ぜひね、見ていただけると幸いです。ってことで本日ここまでになります。またね、次回のゲーム実況でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。